生きたいように生きろ、いつかは死ぬ、生きたいように生きろと、この言葉が僕がどんなに追い込まれてもまあなんとかなるやろうと、楽観的にポジティブに、まあ、今日この日までなんとか楽しく、生きてる、すごく大事な考え方だと思っています。どうせ死にます、人は。この真理だけはまだ人類多分何百年後も到達できないんじゃないかと。どうせ死ぬんで、やりたいようにやってください。悩んだ時にはこの言葉に一旦戻ってもらえると、しょうもない悩みが吹き飛びます。